東京ベルディ1969は日本の東京都をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。故障は東京ベルディ1969年に創部された読売サッカークラブが前身となり1991年に J リーグへ加盟したオリジナル10の一つ。J リーグ発足当初から二千一年まではホームタウンを 神奈川県川崎市に置いており、ベルディ川崎の故障が用いられていた。クラブ名のベルディは、ポルトガル語のベルデからの造語である。1992年3月16日に発表された。エンブレムに描かれている鳥は、チョウマスコットキャラクターはコンドルをモチーフにしたベルディくんとシソチョウをモチーフにしたリベルン。運営会社称号は、 東京ベルディ株式会社である。ホームスタジアムは、味の素スタジアム、クラブハウス、練習場は、東京都稲城市と川崎市多摩区にまたがって位置する、読売ランドの敷地内にある、ベルディグラウンドにあり、トップチームと、アカデミーが一緒に使用している。チーム名は、J リーグ加盟から1999年1月31日までは、 読売日本サッカークラブ、同年2月1日より2009年10月20日までは FC 日本2009年10月21日以降は、現名称の東京ベルディ1969となっている。故障は、ホームタウンを東京都に移転した2001年にベルディ川崎から東京ベルディ1969に改称この1969は、 1969年に、前身の読売サッカークラブが創設されたことに、由来する。その後、2008年より、東京ベルディに変更した。新聞社のスポーツライン掲載の記録ページでは、1998年までは、単に、川崎と表していたが、1999年から、川崎フロンターレが、J リーグへ加盟したため、V 川崎としていた。 東京移転後の2001年からは FC 東京と区別するため東京 V と表記している。1969年に読売新聞社らが中心となってクラブチーム読売サッカークラブとして創設。1972年に日本サッカーリーグ2部に1978年に JSL1 部にそれぞれ昇格した。JSL1 部で優勝5回。 天皇杯優勝5回、JSL カップ優勝3回の戦績を残した。1991年10月、J リーグ開幕に備えて、読売サッカークラブの出資母体である読売新聞社、株式会社読売ランド、日本テレビ放送網の読売グループ3社の出資により、運営会社として株式会社読売日本、サッカークラブが設立された。 川崎市の轟き陸上競技場を本拠地とすることになった。J リーグ発足当時、地域密着の理念を掲げた J リーグに対し、クラブの出資者である読売グループはこの理念を空想と断じて真っ向から反発。チーム名表記に際して企業名を排除して、ホームタウンの自治体ニックネームとする J リーグの方針に反し、 J リーグ発足前後の92年から93年にかけて、読売系のメディアを中心として、読売ベルディという故障を用いた1992年の J リーグカップで、清水エスパルスを破り、初代王者に輝く。1993年 J リーグ開幕説で、横浜 M と対戦、オランダ人 FW のヘニーマイヤーが、J リーグの第1号ゴールを決めた。 ファーストステージは優勝したカシマアントラーズに次ぐ2位であったが、セカンドステージは優勝した。J リーグチャンピオンシップでカシマを破り、初代 J リーグ年間王者となった。ナビスコハイも2連覇を果たした。1994年もセカンドステージを制覇。ファーストステージ制覇のサンフレッチェ広島 FC をチャンピオンシップで破り、2年連続の年間王者となった。 ナビスコ杯3連覇を果たす。天皇杯はジャパンフットボールリーグ優勝のセレッソ大阪に敗戦。1993年から1995年の J リーグチャンピオンシップは国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で行われた。1994年のセカンドレグの試合は轟置きで開催されることが一度決まっていたが、轟置きは 芝生の状態が思わしくなかったことや、改修工事の第2期を行うことが決まっていたこともあり、轟きでの開催を返上。国立での開催を決めたが、当初予定の11月30日は、翌12月1日に行われるトヨタカップのための練習を行った関係で使えず、12月2日に延期した。1995年、鹿島からアルシンドが加入。 ファーストステージは2位に終わったが、セカンドステージを制覇し、マリノスとのチャンピオンシップへ。しかし2戦とも敗れ、3連覇は達成できなかった。1996年5月には、ラモス類が京都へ移籍。ファーストステージ途中に調子が上がらず、成績不振を理由に、ネルシーニョが監督を辞任。公認として、エメルソン・レオンが監督に就任。 天皇杯で優勝もリーグ戦では7位に終わった。天皇杯終了後にエメルソン・レオンが監督を解任される。1997年、加藤久志が監督就任。ビスマルクが退団。当時最高金額の遺跡金である、推定3億5000万円で前園正清を獲得。8月にラモスが復帰した。しかし、前園と、 三浦和義の不調とビスマルクの抜けた穴の影響は大きくアルシンドを再加入させたもののチーム成績はファーストステージ16位、セカンドステージ12位と初の2桁順位に低迷。1998年シーズン終了後に読売新聞社と読売ランドが経営から撤退し日本テレビ放送網の全額出資となる。それに伴い運営法人名は 株式会社読売日本サッカークラブから株式会社日本テレビフットボールクラブトップチーム名は FC 日本に変更された。同時に経費削減を目的に三浦や柱谷哲次ら高学年報の選手がチームを去った。1999年には前年より導入された現役高校生を強化指定選手として受け入れを開始。 その3選手のうち最年長で、帝京高等学校3年、矢野隼人が J1 公式戦出場した強化指定選手第1号となった。リーグ戦では、ファーストステージ2位。また中澤裕二がチームとしては3年振りのベストイレブンに選出された。セカンドステージは10位に止まった。2000年2月15日の J リーグ理事会において、 翌年からの東京都移転が承認された。2001年にホームタウンを川崎市から東京都に移転し、故障も東京ベルディ1969となり、ホームスタジアムを調布市の東京スタジアムにした。練習場のある稲城市のほか、周辺の多摩市、日野市や清水建設。 京王電鉄系列の広告代理店である京王エージェンシーなど地元企業も出資し日本テレビの出資比率は約79%となった2008年に立川市も出資したチーム名が変わった2001年シーズンチームは松木康太郎を再び監督に招聘し菊池、武田、長井といった黄金期を知るメンバーが復帰 また元サッカー、日本代表の小倉隆史、三浦敦弘が移籍加入し、さらに小林大吾や富澤聖太郎が加入。ファーストステージは再開。成績不振とフロントとの確執もあり松木は、ファーストステージ終了をもって、解任、監督を尾身幸隆に変えて迎えた、セカンドステージでは、シーズン中盤に獲得したマルキーニョス。 さらに終盤に獲得したブラジル代表のエジムンドのブラジル人コンビがセカンドステージでチームが挙げた22得点のうち14得点を叩き出して9位。年間総合順位で自動降格圏の15位福岡との勝ち点差わずか3の14位で残留。天皇杯は J2 の川崎フロンターレに敗れベスト8敗退。この年限りで武田信弘。 菊池新吉、元並健二が引退。小倉が戦力外を受けコンサドーレ札幌に移籍。2004年、アルディレス体制2年目。天皇杯全日本サッカー選手権大会を制し、東京移転後発のタイトルを獲得。同日行われた、全日本女子サッカー選手権大会では、女子チームのベレーザが優勝し、全日本選手権初の男女同時優勝を達成。 2005年、アルディレス体制3年目、ゼロックス杯で優勝。ブラジル全国選手権特典王のワシントンを獲得したが、7月2日の G 大阪戦、7月6日の浦和戦、7月17日の岩田戦での大量失点が響き、アルディレスが解任され、バドンが監督に就任したが、11月26日の柏戦で1の5の大敗を喫し、 J に降格が決まった。シーズン終了後に、バドンは退任。また、22点を挙げたワシントンが浦和へ完全遺跡、林健太郎、米山敦氏などが退団した。天皇杯優勝によって獲得した、AFC チャンピオンズリーグ2006の出場権が、J に降格によって剥奪されるのではないかと、心配されていたが、AFC から出場が認められた。 2006年 OB のラモス・ルイが監督に就任。開幕後、課題とされた失点の多さは解消されなかった。スタメンがほぼ毎試合ごとに入れ替わり、デジマール、ヒキ、アナ・ユーソン、バジーリオの外国籍選手4人は、シーズン途中に解雇。最終順位は7位であった。天皇杯は、初戦で、 栃木 SC に敗退した。AFC チャンピオンズリーグは2試合を戦い、いずれも敗戦で、グループリーグ敗退。2007年復帰、ラモス体制2年目。選手会長だった柳沢正幸を含めて、選手を大量に放出。新たに、元日本代表の服部俊博七海博ロ、をはじめ土合区を、佐藤祐介などを獲得。 外国籍選手ではすでに契約を更新していたマルクスが横浜 FM へ移籍したが復帰ディエゴを獲得。また新人選手も7人が加入、結果的に約半数のメンバーが入れ替わった。萩原敏夫代表は内容が悪ければ早期での解任もあり得ると発言した。開幕5試合は4勝1分であったが、第7節から第13節まで、 クラブワーストタイの7連敗を起死し9位へ転落。ラモスの解任騒動に発展したが、京都戦に4-1で解消するとその後は一度の連敗もなく安定して勝ち点を積み重ね、最終節で優勝は逃したが2位の成績で J1 復帰を果たした。また、復帰が37ゴールを挙げて J2 得点王となった。シーズン終了後に、 ラモスが監督を退任してエグゼクティブディレクターになり、柱谷哲二が監督に就任した。天皇杯は初戦で JFL の本大 FC に敗退。柱谷大戦1年目。故障が東京ベルディ1969から東京ベルディに変更された。FC 東京から元日本代表 MF、福西隆史や GK 土井陽一。 横浜 FM から DF、那須大脇、清水から DF、和田拓造を獲得。新外国人として、サンパウロ FC から FW レアンドロ、6月に大国正を獲得した。前シーズン後に、川崎に、レンタル復帰していた復帰を開幕後に再度、獲得したが、7月に FC ポルトに移籍した。初勝利は、第五節の神戸戦となるが、 復帰加入後は、次第に、勝ち星が増え始める。しかし復帰退団後には思うように勝てなくなり、9月には4戦全敗を、喫する。終盤には、チームの攻撃の核であるディエゴ累積警告と天皇杯での退場による4試合出場停止で、書き、深刻な得点力不足に陥る上に、試合終了間際での失点なども増えていき、 対33節終了時点で16位。最終節で川崎に敗れ、17位だった千葉が勝利したため、最終順位が17位となり、J に自動降格が決まった。柱谷はシーズン終了後に監督を退任した。親会社の日本テレビが37年ぶりに赤字に転落。 その影響を受け2009年の費用は大幅に削減されることとなり、問い、服っ福西など多くの主力選手トライキの契約を結ばないことを発表。日本テレビがほぼ100%保有している株式の譲渡を検討していることが一部マスコミに報じられた。2009年クラブ設立40周年となる、この年は前年コーチを務めた。 高木拓也が監督に就任。ナスが、岩田、ディエゴが京都へ移籍。和田も、レンタル元の清水へ戻った後、千葉へ移籍。2008年は、J2 のクラブへのレンタル移籍であった、戸川健太と、市柳夢我も、レンタル先へ完全移籍した。新たに、横浜 FC で高木と共に、J1 昇格を経験した、滝沢邦彦と、 岩倉和也、岩田のベテラン MF、河村隆次大、ジュニアユース時代に、東京 V に所属していた A 里元義を獲得。過去2年レンタル移籍していた、鶴巻武,武人とレオナルドが復帰、外国も残留した。そして、一度は、戦力外と発表された、土井、服部、船越雄三と再契約を結んだ。胸スポンサーのサイバーエージェントが撤退後、 この年は年間通して胸スポンサーが入らなかった。高木をシーズン途中で解任。ベレーザ前監督、ユース監督の松田武雄をトップ監督に昇格させたが、一度も昇格争いに絡むことなく7位でシーズンを終えた。天皇杯は初戦で JFL ホンダロックに敗北。9月に日本テレビが経営から撤退した。2010年。 川勝良一が三度目の監督に就任。服部高木吉成らと契約を更新せず、資金難により2009年の大卒新人3人を全員放出。レアンドロ、大国と攻撃陣の核となっていた選手も放出され、16人がクラブを去った。新たに加わった選手は、川勝の法政大学時代の教え子である、吉田正樹や菊岡拓郎。 アカデミー出身の佐伯直や、清水や成ななど12人である。選手人権費は、レンタル移籍している選手を除いて1億3000万円程度となった。ユースからは前年 J リーグデビューを果たした高木俊幸が昇格し、2010年シーズンから高木、吉郎、小林祐樹、南秀人が、ユース所属のまま J リーグデビューした。 J2 へ昇格した北九州に初勝利かつ唯一のシーズン勝利を献上するなど一時は18位に低迷。その後巻き返して4位にまで浮上したが、11月20日に福岡に敗れて J1 昇格を逃し、5位でシーズンを終えた。天皇杯は初戦で町田に敗れ、6年連続の初戦敗退となった。2011年東京ダービーでの東京 V サポーター、 川勝体制2年目。この年より、エンブレムの文字が、FC 日本から、フットボールクラブへと変更された。前年チーム内で、最長出場の柴崎孝志が、川崎フロンターレに、得点数2位の高木俊之が、清水エスパルスに移籍した。小林悠希ら4人をユースより昇格させ、川崎で契約非行心となっていた、森裕介や、期元付き移籍で、 岡山からキムテヨン、キサン、コウヘイ、大宮から市川雅彦、甲府からマラニオンなどを獲得。6月に、高木義郎がエールディビジ FC ユトレヒトへと移籍した。7月には、元京都の中谷裕介、元アルテ高崎の秋葉祐氏を獲得。ジュニアコーチのヌシスケを選手登録し、関西学院大学の梶川亮太を、特別指定選手として登録した。 8月には、元日本代表の牧誠一郎を獲得した。J1 昇格争いに加わっていたが、最終的に5位に終わり J1 昇格を逃した。なお、天皇杯は7年ぶりに初戦を突破した。2012年、川勝大成3年目。17年在籍していた、菅原聡志が引退。富澤聖太郎が、横浜 F マリノス。 河野博樹が FC 東京、菊岡拓郎が栃木 SC、井上平が FC 岐阜、福田健介がバンフォーレ甲府、吉田正樹が松本に完全移籍、北九州にレンタル移籍していた、福井漁師が柏に完全移籍、平重隆一、市川正彦がレンタル移籍期間満了となった。一方、 千葉から昨シーズン C 大阪に、レンタル移籍していた中後正樹、愛媛から女ジ,ジマール、吉弘厚子、草津からアレックス、岩田から錦木広志、京都から鈴木慎吾、水戸から小池純紀、大分から富江良介、G 大阪から太陽一を完全移籍で獲得。仙台から島川敏郎を期限付き移籍で獲得した。さらに昨シーズン特別指定選手だった。 梶川カ太が加入した。また、杉本隆二、南秀人、盾野俊介、田中隆史大が、ユースから昇格し、2月に、中島翔也が2種登録選手として登録された。コーチ陣は、元柏監督の高橋新一郎と、元京都監督の秋田豊が、トップチームコーチに就任した。シーズン開幕後は3月28日に、 杉本健雄をセレッソ大阪より同年7月17日までの期限付き遺跡で6月1日に練習に参加していたペ・デウォンを獲得した杉本が CE 大阪に戻った後7月26日に柴崎光志を川崎より2013年1月31日までの期限付き遺跡で7月28日に 日経三世のニコラスが CR、フラメンゴより2013年1月1日までの期限付き遺跡で、8月13日に、松本から木島良介を完全遺跡で、8月14日に、ジュミー・フランサを清水より2013年1月31日までの期限付き遺跡で獲得した。6月23日に行われた第20節で、 千葉に勝利して首位に立ち、リーグ戦前半は2位で折り返した。しかし8月に入ると勝利から遠のくようになり、8月23日に、ジョジマールとの契約を解除。9月6日に、川勝が監督を呼び、強化本部長を退任。高橋が、監督代行の後、9月11日に監督に就任したが、第41節の横浜 FC 戦に敗れ、7位以下が、 確定。プレイオフ進出を逃した。最終順位は7位。天皇杯は3回戦で清水に敗退。シーズン終了後に高橋が監督を退任した。2013年2012年11月25日、OB で前北九州監督の三浦康俊の監督就任が発表される。それに伴い、時は佐氏、安田光大、佐藤優也。 今週必ず、関光弘ら5選手が北九州からいずれも完全移籍、北九州に在籍した時に、三浦監督のもとでプレーした柏の福井漁師が完全移籍で復帰、北九州にレンタルしていたキローランナ入り、キローランキスズが復帰など北九州に在籍した選手を数多く獲得した。その他福岡から鈴木敦清水から高原直弘が完全移籍。 湘南から石上直也が期限付きで加入。ユースからは、くすみ啓子、安西和樹、ポープウィリアム、吉野恭平、前田直樹が昇格し、中島翔也も正式に登録された。さらに特別指定選手だった関西学院大学の茨城明が加入した。一方、佐伯直也、中谷祐介、木島良介、吉弘厚。 アレックス、秋葉雄氏、荒井翔太、竹中幸喜との契約を更新せず、期限付き遺跡だったジミー・フランサ、柴崎幸重も、所属元に復帰、岩谷、レンタル遺跡していた、小林祐希がそのまま岩谷遺跡、和田拓也が、仙台、高橋翔平が、大宮、梶川良太が、湘南、土屋育夫が、甲府、深津幸太、 吉弘厚氏が町田へ、それぞれ完全に移籍した。また柴崎高弘が、横浜 FC、田中高次第と北九州に期限付き移籍していた。高野孝二が町田へいずれも、期限付き移籍し、町田に期限付き移籍していた。平本和樹は、甲府へ期限付き移籍、富山に期限付き移籍中の盾野俊介は、移籍期間1年延長となったため、チームの陣容が、 大幅に入れ替わることとなった。2月19日、鎌玉あれサヌキとの練習試合で、ペ・デウォンが接触プレーによりサヌキの藤田公平に、右足関節解放性脱臼骨折の重傷を負わせ、クラブ公式ホームページに謝罪文を掲載する事態に発展、さらに同試合における、三浦の言動も問題視され、選手を守るためであったとはいえ、 決して許される行為ではないとして、三浦は、リーグ戦開幕説及び、第二節のベンチ入り停止、ペは、最長3月いっぱいまで、対外試合出場停止というクラブの自主的処分が、下された。7月2日、ニコラスが、期限付き遺跡が終了でフラメン後に復帰し、7月5日には、練習に参加していた、見渡りスブじんを獲得した。7月9日、 ジュニアからユースまで東京 V に所属していた慶応義塾大学の葉山剛を特別指定選手として登録した。リーグ戦は第6節の FC、岐阜戦で初勝利を挙げた後も勝ちきれない試合を重ねていく。怪我人も相次ぎ2連勝以上の連勝も一度もなく最終成績は14勝14分14敗での13位。 天皇杯は3回戦で、川崎 F に敗退した。2014年、三浦大成2年目。アカデミー出身で、長年クラブを支え2013年度の首相を務めた、e o 一 k が、小池純紀と共に、横浜 FC、中島翔也が、FC 東京、利根良介が、名古屋、牧聖一郎が、熊本、西木博が、 ポリスユナイテッド FC など2013年度の主力選手が数多く移籍。また吉野恭平は広島に完全移籍し、レンタルバッグの形で残留。一方仙台から田村直也日本体育大学から北脇健次を獲得。ユースから沢井直と、関島広志望み、安西ゆきてる、畑中薪ゆきやが昇格し、期限付き移籍していた。 縦野俊介、田中隆博、南秀人、杉本隆二、柴崎隆博、平本和樹が復帰。清水から京成広を、同年7月31日までの期限付き一席で獲得。また、新外国人のギリアルメトニュードも、期限付きで加入した。コーチは、寺門大輔、マセ周一から久永達則、安田義隆になった。選手の多くは、 アカデミー出身で若いメンバーとなった。シーズン開幕後に昨年度チーム特定王の高原、直弘が相模原に期限付き移籍し、前年まで琉球に所属した長井秀樹が6年ぶりに復帰した。また8月13日にオペラリオに所属していたアブダを獲得した。第31節終了後、J3 降格県寸前の20位に低迷していたため、監督の三浦を解任。 また、安田義隆、吉岡博の両コーチも解任、久永辰則も辞任した。後任の監督には、東京 V ユース監督の戸梨剛一が就任、コーチには、なでしこリーグの日テレベレーザのコーチをしていた、村田達也、GK コーチには育成 GK コーチだった、土井ヨ一が、就任。さらに、竹本和彦を、テクニカルダイレクターに招聘した。 監督交代後も勝ちきれない試合が続き、年間順位は20位で、クラブ史上最低の順位となった。天皇杯は2回戦で、北九州に敗戦した。2015年、戸東大成2年目。時は里氏が、熊本、鈴木敦氏が、福岡、今週必ずが、湘南、新宇度が札幌、キローランナ入りが、松本、田中隆次第が、 関東一部ブリオベッカ・ウラヤス、盾野俊介が、中国一部、松江市 TFC に移籍し、アブダが、契約満了により退団した。また、相模原に期限付き移籍していた、高原直宏と、前年8月から岐阜に期限付き移籍していた、森祐介が共に、相模原に完全移籍し、前田直樹が松本に、久住み啓が、JFL。 V ダイブにそれぞれ期限付き一席した。一方、ユースから三差を、ケントと中野正臣を昇格させ、かつて共に、東京 V ユースに所属していた、中央大学の渋谷亮と、駒沢大学の大木暁を獲得。外国人選手は、中国の新鮮くれない、高根足玉クラブから、ブルーノーコーチーニを、相模原からアウェズレー。 香港リーグの南家速球隊に所属していた、高隆史春を完全遺跡で、EC、ビトーリアから、アラン・ピニエイロを期限付き遺跡で獲得した。また、前年7月から鳥取に期限付き遺跡していた、安田光大が復帰した。選手の平均年齢は24.95歳となり、同年の J1 ・ J2 リーグで最も若いチームとなった。スタッフ面では、 竹本和彦がゼネラルマネージャーに就任。通訳には2012年に加入し、その後は育成 GK コーチなどを務めた藤井隆正がトップチームに復帰。トレーナーには三浦雄大と東京農業大学サッカー部からのと厚紙が加わった。目標を勝ち点60以上で9位以内と掲げ、シーズン前半は8勝7分6敗の8位で折り返した。 7月に、北脇健二が、FC 鈴鹿乱歩レに、キローランキ鈴が秋田に、安田光大が愛媛にそれぞれ期限付き移籍し、清水から高木義郎が、期限付き移籍で4年半ぶりに復帰した。第24節から5連勝、特に5連勝目の第28節、横浜 FC 戦では6の1と圧勝し、同節終了時点で、J1 自動昇格圏の2位岩谷、 勝ち点差2と迫る3位にまで順位を上げたが、その直後の第29節から14試合の間に、無得点の試合が10試合、合計でもわずか6得点と不調に陥り2勝3分9敗と、低迷、それでも最終節まで昇格プレイオフ圏内の6位となる可能性を残していたが、最終節で C 大阪に敗れて、PO 進出を逃した。最終順位は8位で、 目標の9位以内には入ったものの、勝ち点は58で目標の60に達しなかった。天皇杯は2回戦で大宮アールディージャに敗戦した。2016年、戸賀市大成3年目。ブルーのコーチイニオ、高高志春、秋田に期限付き移籍していたキローランキスズが対談し、松本へ期限付き移籍していた、前田直樹が横浜 FM、福井漁師が山口。 佐藤祐也が、千葉、三沙尾健斗が、鹿島、安田孝大が、期限月遺跡先の愛媛へ完全遺跡、ポープウィリアムが、岐阜、畠中牧幸康が、町田、渋谷良が、鈴鹿、寛島博士望が千葉へ期月遺跡した。一方、岐阜から大田岳、町田から平智宏、直子から道グラス、第二部エアフォースユナイテッド FC から船山祐二。 清水から高木淳平を完全遺跡で、横浜 FM から鈴木無九代を期限付き遺跡で獲得。また、期限付き遺跡していた北脇健治、久住慶氏が復帰し、アラン・ピニエイロは完全遺跡に移行、高木吉郎の期限付き遺跡期間が延長された。ユースからは林昇れ、林登れ井上超音、氷タイムが昇格し、スタッフ面では仙台で、 アカデミースカウトを担当していた、ハ見智博が、トップチームのコーチに就任した。7月に、GE 大阪から二川隆弘を、新潟から林博史館を期限付き遺跡で獲得し、氷タイムを、グルージャ森岡に期限付き遺跡させた。2012年以来となる開幕戦勝利をしたものの、その後は、第5節から13節まで9試合未勝利。 アウェー戦はわずか2勝、一度も連勝できない等と、成績は低迷。J に残留争いに巻き込まれたが、第41節で J に残留を決めづらくも J3 降格を免れた。全年度より大きく、順位を落として18位となった。シーズン終了後、戸賀市監督は退任、さらに、村田達也、蓮見智弘両コーチ、土井大一 GK コーチも退任し、 首脳陣が、総入れ替えとなった。天皇杯は3回戦で、横浜 F マリノスに敗戦した。2017年新監督に、ミゲル・アンヘル・ロティーナが就任。2005年のバドニ以来12年ぶりの、外国人監督となる。スタッフ面では、トップチームコーチに、藤吉信二とイヴァン・パランコ・サンジアゴ、GK コーチに、沖田正夫、トップチーム通訳兼コーチに、 菅原聡氏フィジカルコーチに、青柳昌人トップチームアシスタントコーチに沢沙祐そして昨年引退した、長井秀樹が、ユース監督兼 GM 補佐に、前監督の戸賀志剛一が、強化部ダイレクターに就任した。7月25日より、スペイン人のトニヒル・プエルトが、コンディショニングコーチに就任した。前述の長井秀樹の他に、船山雄二が引退。 北脇健二が YS 横浜、久住慶氏が JFLFC 今治、南秀人が山形、杉本隆二が名古屋、鈴木むくが GE 大阪、ウェズレがアナポリス FC へ完全移籍。大木明が長野、渋谷亮が JFL ラインメール青森 FC、氷タイムが GE 大阪、ポープウィリアムが川崎へそれぞれ期限付き移籍し、 関島広志望は、千葉への期限付き遺跡期間が延長された。新戦力として、浦和から長田光、長崎から梶川亮太、町田から内藤啓介、C 大阪から昨年長野に在籍していた、橋本秀夫完全遺跡で、C 大阪から武田博之、G 大阪から内田達也を期限付き遺跡で獲得し、高木義郎が完全遺跡に移行。 町田へ期限付き移籍していた畑中巻幸康が復帰し、二川隆広の期限付き移籍期間が延長された。ユースからは前年2種登録されていた渡辺幸太が昇格した。7月にビジャレアル CFB からカルロス・マルティネスを獲得し、中野正臣が FC 今治へ期限付き移籍した。開幕戦は徳島に敗れたが、その後は 守備を改善し、アラン、ドーグラスの二人を中心とする攻撃陣の活躍で、第二節から第六節の五連勝、第二十七節から第三十節の四連勝、第三十四節から第三十八節の四連勝などで勝ち点を積み重ねた。第四十節で山口に逆転負けして七位に落ちたが、第四十一節の京都戦と最終節の徳島戦に勝利して、 最終順位は5位。チーム史上初の J1 昇格プレイオフ進出を決めた。昇格 PO 準決勝は笑顔健康スタジアムで、福岡に0の1で敗れた。天皇杯は2回戦で、千葉に敗戦した。2018年ロティーナ体制2年目。平本和樹と、高木淳平、中跡正樹、内藤啓介が現役を引退。高木義郎が、新潟。 安西幸輝が、鹿島、安西一樹が、鳥栖大木明が、栃木乳場、ポープウィリアムが、期限付き移籍先の川崎へ完全移籍。高木大輔が、山口、大田武が、富山、渋谷涼が、北海道十勝スカイアースへ期限付き移籍し、中野正臣は、FC 今治への期限付き移籍期間が延長された。新加入選手は、 大分から上福本直と、佐抜から李坂直、千葉から氷香雄介と、若狭博、水戸から林良平、群馬から高井一馬、山形から佐藤雄平を完全遺跡で、新潟から森俊介、湘南から奈良は雄太を期限付き遺跡で獲得。日本体育大学から長谷川孝が加入し、ユースからは藤本弘也が昇格した。内田達也と、 武田博之が完全移籍に移行し、千葉に期限付き移籍していた、関島博士望みが復帰。2月13日、G 大阪への期限付き移籍契約満了に、伴い今季から復帰する予定だった、氷タイムが、日本サッカー協会選手契約書内における、第9条、クラブの秩序風紀を乱す行為という条項の違反があったため契約解除となった。二川隆広は、 期限付き移籍期間が再度延長されたが、3月29日に、栃木 SC への期限付き移籍が発表された。6月22日、カルロス・マルティネスが、家族の事情により、クラブと本人の双方合意の上で契約を解除して、スペイン3部のエルクレス CF に移籍。7月10日に、高井和馬が山口に、8月21日に、畑中、牧幸康が、 横浜 F マリノスに完全移籍し、沢井直人がベルディと提携した、フランスの AC やジャクシオに期限付き移籍した。一方、6月25日に GE 大阪から泉沢一志、8月21日に長崎から香川勇気を期限付き移籍で、7月5日に神戸からレアンドロを完全移籍で獲得した。開幕から10試合負けなしと、 好調なスタートを切るが、11節から4連敗して一時は14位にまで順位を下げた。6月からは調子を取り戻し、夏に加入した泉沢や香川の活躍もあり、J2 上位争いに加わる。大混戦となった上位争いを生き残り、最終結果は勝ち点71を獲得しての6位。2年連続のプレイオフ進出を成し遂げた。 J1 参入プレイオフ1回戦は、ナックスタジアム大宮で、大宮を1の0で、2回戦は、日発三沢球技場で、横浜 FC を1の0で破るが、決定戦は、ヤマハスタジアムで、J116 位となった岩谷0の2で破れ、11、シーズンぶりの J1 昇格を逃した。決定戦の翌日、監督のロティーナとコーチのイヴァンの退任が発表された。 天皇杯は4回戦で裏割れずに敗戦した。2019年クラブ創設50周年。昨年より、コーポレートパートナー契約を締結した暁が、株式を取得し、ベルディは、暁の関連会社になった。暁は運営メンバーの派遣を行い、経営にも参加することを発表した。チームの総合スポーツクラブ化を目的として、エンブレムとロゴデザインを変更。 ビーチサッカーやバレエなど他競技のチームも同じデザインを使用することになった。新監督にギャリー・ジョン・ホワイトが就任。コーチにマイケル・ボリス、フィジカルコーチに西方ヒロを迎え入れた。林のボルが契約満了により退団し、ヒカ・ユースケは現役を引退。ドーグラス・ビエーラと伊林明が、広島、アラン・ピニエイロが、千葉、橋本・秀夫が、 FC 今治、関島博士望が、ポルトガルのポルティモ年生スシー、長田光が、東京ユナイテッド FC、武田博之と栃木 SC に期限付き移籍していた、二川隆広が、FC ティアも、平方へ完全移籍、期限付き移籍していた、大田武史と、高木大輔、渋谷亮はいずれも移籍先に完全移籍し、香川祐樹泉沢一志、 森俊介は、期限付き遺跡期間満了により退団した。新戦力として、松本から鈴木智之、愛媛から6年ぶりの復帰となる、小池淳紀、横浜 FC から永田拓也、千葉から近藤直也、FC、オルダバスから、ネマニャコイッチを完全遺跡で、湘南から橋戸、ひとし、から8年ぶりの復帰となる、河野裕樹、 コロラド SC 所属のバウメルソンを期限付き遺跡で獲得。前年期限付き遺跡だった奈良はユうは完全遺跡へ移行。中央大学から安西達也が加入し、ユースからは森田明樹と山本正人が昇格した。5月30日にコーチのマイケル・ボリスが家族の事情によりドイツに帰国するために辞任。前年。 AC やジャクシオに期限付き移籍していた沢井直人が5月24日に復帰した。シーズン前半は7勝7分け7敗、14位で折り返す。7月17日に成績不振を理由にホワイト監督が退任し、ユースの監督を務めていた長井秀樹が初のトップチーム監督に就任した。同日、 タイのラーチャブリー FC に所属していたカンスイルの完全遺跡が発表された。また8月15日に、富山から荒井美希、CR、フラメンゴから、クレビーニョを起源付き遺跡で、8月25日に、トルコの現地レルビル ESK からジャイルトンパライバを完全遺跡で獲得した。一方で、渡辺光太が、横浜 F マリノスへ完全遺跡。 林良平が町大期限付き遺し、ネマニャコイッチは契約を解除された。監督交代直後は連勝するなど好調だったが、上位陣にはほとんど勝てず低迷。一度も昇格争いに絡むことなく13位でシーズンを終えた。最終節を前に、長井監督の続投が発表された。天皇杯は2回戦で、法政大学に0から2で敗戦した。 大学チームに敗れたのは29年ぶり、完封負けは41年ぶりとなる。2020年この年をもって、オリジナル10のチームとして、初めて J1 と海リーグの在籍年数が同数となった。長い体制2年目。15年間務めてきた山本圭津強化部長が退任し、GM だった竹本和彦が女子部門の GM に就任した。 新たな GM には赤月から、社外取締役として来ていた、梅本大輔が就任。強化部長に、江尻敦彦、トップチームのコーチに、長井の中学時代の恩師でもある、吉武白文が加わった。田村直也が現役を引退。内田達也が、群馬、梶川良太と上福本直人が、徳島、李坂直が、琉球、鈴木智之が森岡に完全移籍。 安西達也が、沼津、長田拓也が北九州に期限付き移籍した。またジャイルトンパライバと、カンスイルは、契約を満了し、バウメルソンは、期限付き移籍期間を満了した。新戦力として、岩田から大久保よしと、山形から井出春香なり、鳥取から福村高之、フィゲーレンセ FC から、マテウスを完全移籍で、岩田から8年ぶりの復帰となる。 高橋翔平を期限付き遺跡で獲得。日本体育大学から山下良也が加入し、ユースからは、馬場春や、松橋優康、石浦大河、藤田譲る龍千馬、あの誠拓が昇格した。期限付き遺跡していた、荒井美樹、橋戸、ひ志河野博樹は、完全遺跡へ移行し、クレビーニョの期限付き遺跡期間が延長された。 また、林良平と中野正臣が、期限付き遺跡から復帰したが、林は3月に、群馬へ、中野は8月に、森をへそれぞれ期限付き遺跡した。8月には首相を任されていた、藤本博也が、ポルトガルリーグ一部のジルビセンテに期限付き遺跡した。リーグ戦の成績は13勝15分け14敗の12位。 36節から7試合未勝利で終了という、来期に不安を感じさせる結末になった。シーズン終了後の12月25日、日本テレビユニエー撤退後の2010年から、メインスポンサーになっていたゼビオホールディングスが、出資比率を上げ、同社の連結市会社者となることが発表される。2021年東京移転20周年。 前年度に昇格に失敗したことにより、オリジナル10のチームとして、初めてカイリーグの在籍年数が、J1 のそれを上回った。長い体制3年目、ゼビオの連結市会社になったことで、フロントの人用が一新。ハブ秀幸社長、取締役の吉田正宏と、斉藤博士、梅本大輔 GM が退任し、新たな社長に、中村光、明。 代表取締役代行に森本常時、取締役に石倉一彦が就任した。また吉武博文がヘッドコーチを退任、スカウト部長だった堀高氏がコーチに就任した。近藤直也とレアンドロ、群馬に期限付き移籍していた林良平が現役を引退。長谷川孝が山形、沢井直人が山口、中野正臣が森岡。 長田拓也が、北九州、藤田譲流千葉が、徳島、井上長音が、神戸、大久保義人が、C 大阪、河野裕樹が、関東サッカーリーグ2部の南区図 SC に、完全移籍。安西達也は、沼津への期限付き移籍期間を延長し、高橋翔平とクレビーニョは、期限付き移籍期間を満了した。またこの年に、 ユースから昇格した、サコマーヤは、シーズン開幕前に、藤枝に、育成型期限付き移籍した。新戦力として、水戸から、んどボニーフェイス、沼津から長沢優也、北九州から加藤博志県、GE 大阪から山口達也、相模原から富澤聖太郎、一昨年ベルディに所属していたジャイルトンパライバを、完全移籍で、 昨年徳島に移籍した、梶川良太と都市から4年ぶりの復帰となる、安西和樹を期限付き移籍で獲得。順天堂大学から佐藤久也、明治大学から餅井京太と佐藤良が、中央大学から深沢大樹が加入した。また、開幕直前の2月26日に、ユースから橋本陸と、3月12日に根本小太郎。 3月26日に西谷亮を2種登録した。夏には横浜 FC から5年ぶりの復帰となる杉本隆二を完全遺跡で松本から浜崎拓馬と豊島明を期限付き遺跡で獲得した。一方、松橋優康が相模原に期限付き遺跡した。2年ぶりに参加した天皇杯は2回戦で岡山に0の1で敗戦した。 第16節から5連勝して、長井は6月の J に最優秀監督に選ばれたが、7月と8月は未勝利で終わる。9月1日、成績不振の責任を取り、長井が辞任。コーチの堀が暫定監督をすることになった。また、コーチの藤吉信二と分析の鈴井智彦も辞任した。最終成績は16勝10分け16敗で、 前年と同じく12位。得点数は62でリーグ5位。だが出点数は66でリーグ3位と守備に課題を残す結果になった。12月24日、J リーグは一部報道などで表面化していた、長井前監督の選手らへのパワーハラスメントを認定し、クラブに対し管理監督義務違反を認め、罰金100万円及び検跡処分を課した。2022年、 堀大生2年目。前年途中から暫定監督として指揮を取っていた堀が続投。柴崎隆弘が、相模原、若狭博志が、仙台、山下良也が、横浜 FC、福村高行が、琉球、安西達也が、期限付遺跡先の沼津へ完全遺跡。富澤聖太郎とジャイルトンパライバが、契約満了、安西和樹、浜崎拓馬。 豊島明が、期限付き遺跡期間満了により退団。餅ち京太が相模原へ期限付き遺跡し、松橋祐康の相模原への期限付き遺跡期間が延長された。新戦力として、長崎から高木和明、岩木からバスケスバイロン、大宮から山越公平、松本から坂野豊史を完全遺跡で獲得。前年期限付き遺跡だった。 梶川カ太が完全遺跡へ移行となり、藤枝に期限付き遺跡していた、佐古マーヤが復帰した。新人選手として、国士館大学から谷口エイト、明治大学から加藤蓮と、稲見明駅、法政大学から宮本優、日本大陸大学から河村慶人が加入。ユースから西谷良が昇格した。昨年まで在籍した選手が6割以上残る。 近年のベルギーでは、珍しい編成になった。国立霞ヶ丘陸上競技場読売クラブ時代は、練習場が読売ランド内にあったため、日本サッカーリーグのホームゲームは、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場やとどろき、陸上競技場を利用していた。また、育成組織の選手たちも東京都と神奈川県に、またがる地域から集まっていた。 J リーグ加盟後、V 川崎時代は、とどろき陸上競技場を、ホームスタジアムとしていた。川崎から東京への本拠地移転構想は、J リーグ発足初年度に遡る。1993年、東京都調布市のアメリカ軍調布基地跡地に、武蔵野の森スタジアム構想が持ち上がると、ベルディは、同地への移転構想を発表し、調布市も、市議会定例会で、 プロサッカーチーム誘致に関する決議を全会一致で決定するなど、積極的に誘致に乗り出した。数年後のスタジアム完成までの本拠地が不透明で、なおかつ、J リーグ開幕初年度での移転構想ということもあり、地域密着理念の全面否定と受け取った、J リーグは拒絶した。また、轟き陸上競技場の大規模改修に着手した。 自転での移転通告を受けた川崎市が反発し、移転には同意しないと通告。調布市も避難の声が寄せられたこともあり、誘致の前提条件として円満解決を提示。ほどなくして、ベルディは J リーグ実行委員会からの白紙撤回勧告を了承することになり、移転構想は一旦立ち消えとなった。1999年10月。 ベルディは再度東京への移転構想を発表した。東京スタジアムの2001年からの開業が見込まれて、オリが東京スタジアムの将来利用を前提として、活動、移転後も、川崎フロンターレの昇格によって、とどろきで J1 の試合を開催できるという環境が整い、川崎市からの移転容人も得られたが、東京移転後は、 轟きでのホームゲーム開催を一切認めないなど、両者の関係は冷却したままで終了することになった。ベルディは2001年シーズンより、川崎市から東京都へホームタウンを移し、東京スタジアムをホームスタジアムとした。味の素フィールド西川摩市立総合体育館に設置された東京 OV を応援する垂れ幕東京への移転後は、味の素スタジアムを、 ホームスタジアムとしている。東京ボルト主催試合で、アジスタ仕様の場合は、J2 では、多くの試合で、経費削減のためスタジアムの上層部は閉鎖となる。なお、試合当日に、雨が降った場合、下層部の大半の席が雨に濡れてしまうということもあり、上層部の一部を解放することもある。2006年は、 ホームゲーム24試合のうち、アジスタでの開催が半分未満の11試合に止まり、別会場での開催を強いられたが、これは日程が重なった場合には、上位リビジョンのチームに開催優先権が認められるとしていたためであり、同年は東京部位が J2 に所属する一方で、FC 東京は J1 に所属していた。2009年、 蔡長領会長は使用料と FC 東京との兼ね合い欲として2010年後半からのアジスタ撤退を掲げたが、サイラ経営陣は2010年6月に退いたこともありこの案は凍結された。東京移転後は地域活動も活発に行っており、J クラブの中でも地域活動回数はトップ。東京 V の運営会社の経営理念によると、ホームタウンは 運営会社の本社がある稲城市のほか、町田市を除く南多摩地区の日野市、多摩市、立川市、八王子市と認識しており、稲城、日野、多摩立川の4都市は出資もしている。その他に、練馬区や古くから順本拠地と位置づけるスタジアムのある渋谷区、新宿区、北区などで、積極的にイベント PR 活動を盛んに展開している。 2010年10月29日には、羽生秀幸社長が、練習場の賃料が高すぎることを理由に、読売ランドから撤退する、考えのあることを明らかにした。読売ランドの使用料は、従来年間で約3億5000万円と非常に高額で、利用料減免を受けた2010年でも約1億5000万円と、なお経営を圧迫していたことが理由として挙げられた。 新練習場の候補としては、大株主のバディの施設がある、八王子市などが上がっていた。2010年12月31日、2011年も、読売ランドを練習場として、継続使用することが公式発表された。なお、2011年より一部練習において、多摩市立陸上競技場を使用する。 エンブレム上にリーグ年間優勝回数を表す星が2つついている。読売サッカークラブ時代からユース組織による育成を行っており、男子トップチームの育成組織としてベルディサッカースクールを東京都内の他に神奈川県相模原市、栃木県小山市、千葉県奈良市の市、静岡県、岩手県に展開している。ユース年代で継続して良い成績を残し、 ユースからトップへの昇格も多い。2005年には、東京 V ユースが、日本クラブユースサッカー選手権大会、高窓宮杯全日本、ユースサッカー選手権大会の2冠を達成した。2010年には、東京 V ユースが、東京都、サッカートーナメントで優勝し、第90回天皇杯、全日本サッカー選手権大会に出場した。 クラブで育った選手がそのまま、コーチとして、子供たちを教えることが多いのが、東京 v の育成組織の一つの特徴である。また、変わったところでは、株主のバディ企画研究所と提携する形で、多摩市長山に、東京ベルディサッカー用事園を設置している。東京 v ユースの主要世界、全国タイトルは、J リーグユースチーム最多の計21回である。 東京 V ジュニアユースの主要全国タイトルは J リーグジュニアユースを含むジュニアユース世代のチームの中で全国最多の計17回である。東京 V ジュニアの主要全国タイトルは J リーグジュニアを含むジュニア世代のチームの中で全国最多の計10回である。サッカー以外では2001年の東京移転に合わせてバレーボールの東京教員クラブを引き継ぎ 東京ベルディバレーボールチームを発足させた。他にも、トライアスロンとビーチバレー、e スポーツチーム、軟式野球チームの東京ベルディバンバータ等がある。これらは、J リーグの目指す総合スポーツクラブへの一環である。アカデミーには、次がある。支部、準支部、定型クラブには、次がある。ユース世界大会世界招待、大会国内大会ジュニアユース世界招待。 大会全国大会地域リーグジュニア全国大会全国フットサル大会読売サッカークラブ時代から読売グループが親会社だった時代はグループ全体で多額の資金を継ぎ込んでチーム強化に当ててきたが同じく読売グループが親会社であるプロ野球読売ジャイアンツと異なりチーム名に企業名を表記できないために球団経営で生じた赤字を 親会社の広告費として、損金処理できず、プロ野球と同じビジネスモデル。が通用せず、赤字だけが膨らむ構造となり、1996年には20億円、1997年には26億5000万円、1998年には22億円の赤字を計上。渡辺恒夫は、ベルディ川崎の赤字は、限界と述べ、 1998年をもって、読売新聞社と読売ランドが経営から撤退した。このため1999年には大幅な経費節減に取り組んだが、とどろき陸上競技場での観客動員が予想を上回る勢いで減少を続け、川崎フロンターレとの競合も避けられないことから、1999年10月に経営再建策として、 投資してもリターンがない、川崎を離れ、東京への移転計画を発表。J リーグ側が安定経営、経営改善のためならば了承するという姿勢を取ったため、2001年より実行に移した。2006年3月、サイバーエージェントが株式の48.1%を取得し、50.7%を保有して、 同社を連結し会社として維持する日本テレビ放送網に次ぐ大株主となったが、思うように利益を得ることができなかったことを理由に2008年1月にサイバーエージェントが株式を売却。再び日本テレビが単独大株主となった。2009年9月16日、日本テレビ放送網が保有する日本テレビフットボールクラブ株式を 読売クラブ OB の最長領らが中心になり、同年7月に設立した東京ベルディホールディングス株式会社に2009年9月30日付で譲渡。これに伴い、読売グループはプロサッカークラブ運営から完全に手を引いた。これに先立つ2009年9月15日の J リーグ理事会で上記の株式譲渡が承認された。そこでは、 2009年度の東京 V の運営費用は日本テレビ放送の株式会社が負担する。東京 VHD は2009年11月16日までにスポンサー料収入として5億4000万円分の契約を確定し計画の金額を満たさなければならない。スポンサー契約が事業計画の金額に満たない場合は2009年シーズンをもって J リーグを大会、等の条件が課された。2009年10月21日、運営会社の称号を株式会社日本テレビフットボールクラブから東京ベルディ1969フットボールクラブ株式会社に変更した。上記の条件のうち、スポンサー料の5億4000万円に対しての共産支援表明等が2009年11月16日までに集まり、 理事会で2010年シーズンも J リーグ加盟が認可された。2010年1月29日の J リーグ臨時理事会、2月16日の同理事会にて、経営状況についての審議が行われた際には、予算が理事会承認時の予算よりも1億5000万円、上回っていたことが判明し、予算の見直しを受けるとともに、同理事会前に J リーグが作成した。 合一緒に調印する旨を言い渡された。J リーグが2010年5月に行った業務監査では、スポンサー収入5億4000万円のうち、実際に入金されたのは、半分程度で、人件費の穴埋めなどを入れると4億円程度の資金投入が必要とされたため、このままの状態では2010年6月にも資金が、底をつく、可能性が濃厚となった。 2月に行われた J リーグチェアマン期、竹賢治と東京ヴェルディ会長、最長領の会談を経て、J リーグは5月の臨時理事会で合意書締結にのっとり、2010年度のチーム継続を前提として4億6500万円の緊急融資枠を決定し、融資条件として東京 VFC の株式の全株式を J リーグへ譲渡し、経営陣が交代。 その上で7月以後リーグ主導で経営再建に乗り出し随時融資を実行し安定した運営ができる方針を固めた。しかし4億6500万円の緊急融資枠全額は払い込まれなかったという。2010年3月19日には情報通信大手ネクシーズが東京 V の過半数の株式取得を検討しているとリリース。 6月28日、両社から交渉は白紙となったことが発表された。2010年6月29日、東京 VHD が保有する東京 VFC 株式約98.8%が、社団法人日本プロサッカーリーグを経て、株式会社 J リーグエンタープライズに譲渡され、東京 VFC 臨時株主総会で、旧経営陣の辞任と新経営陣の選任が、 行われ、J リーグ事務局長のハブヒデユキが、東京 VFC の社長に就任した。なお、ハブの周囲には、ここできれいに潰した方が、将来的には、J リーグのためになると助言する者も,もいた。2010年10月29日、J リーグリーンジ理事会で、スポーツアカデミーを運営するバディ企画研究所を筆頭株主として、映像制作会社のオフィステ、ラ、 人材派遣会社の山あなど13社の出資者の決定、加えて、スポーツ用品店を展開するぜ、ビオとの間で包括スポンサー契約を結んだことにより2011年度予算8億1500万円確保できたため、2011年以降のクラブ存続が正式に了承された。これを受けてハブが、J リーグを退職、バディ社長の鈴木武氏が、 東京 VFC の会長に就任した。クラブライセンス交付第一新機関からは、2013年に、クラブ経営上、改善が必要な事項につき、個別通知が、2014年には経営上の、是正通達がなされている。2017年から2年間は、新宗教、ワールドメイト教祖のハンダ・ハルヒサ率いる、法人、国際スポーツ振興協会と、 ミスズが大口スポンサーとなり多額の資金支援を行った。2018年12月20日、ゲーム会社の暁が東京 V の株式取得を発表、2021年シーズンまでのコーポレートパートナー契約を締結した。これにより東京 V は暁の関連会社となっている。2020年12月14日、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、サッカースクールや入場料収入が大幅な減収となり、2020年度は約6億円、2021年度も4億円近い赤字が予想され、2年間で赤字は10億円近くになるとの見通しが報道された。その翌日15日には、株主のゼビオが増資に難色を示し、2021年1月末までに、 運転資金が底をつく可能性が出てきたと再度報道された。25日に臨時取締役会が開かれ、ゼビオは10年前に購入した新株予約権を行使東京位はゼビオの連結市会社になり、ハブ秀幸社長の辞任とゼビオホールディングス副社長の中村交渉を社長とする新体制が発表された。 東京ベルディ1969フットボールクラブに関するカテゴリー。ありがとうございます。